はようございます。今朝はホットケーキを焼いてみましたの。お紅茶も入れますね。来たか。あり合わせで合成したものだが、なかなかいいだろう。それはそうだ。これは誘う香りだからな。人の心理に香りが与える影響、それがテーマだ。巻き込んでいるわけではない。そちらが勝手にやってきたのだ。さて、事象は分かったが、これをどうデータにするかが問題だな。今日はこのくらいにしておこう。食事の用意ができています。いってらっしゃいませ。だわね。暑かったでしょう。はい。そろそろ来る頃だと思って冷蔵庫から出しておいたの。こんにちは。あら、いらっしゃい。
配置が決まったんでお知らせに来ました。そうそう、昨日急に月末の夏祭りに出店する話が来たの。その配置表を持ってきてくれたの。ここね。ここがうちの場所ね。そうね、お知らせの張り紙しておかなきゃね。来たか。そうだそうだ、いい加減にしなさい。まあ落ち着け、話せばわかる。冷静になってよく見ろ。怒る香りというのを開発してみた。さほど意味はなかったな。データも取れそうにない。ご心配おかけしました。少し疲れましたが平気ですわ。
来たか。今回はよくわかったな。鼻を噛んでから喋ってくれ。なんだ。見て、わからないのか。そうか。ご飯のご用意ができました。どうなさったんです？何でもございません。口に合うかどうか分かりませんけれど。お世辞がお上手ですわ。たくさんあるので、どんどん召し上がってください。はい。眠る香り。ミイラ取りがミイラにとでも言いたそうだな。迂闊だった。私もマスクを着用してから実験に臨むべきだった。そうだな、以後注意する。
部活もないし、家にもちゃんと断って出てきたから。朝霧は来てるか。いたいた。みゆき先輩。朝霧、憑依を撮影するから少し待っててくれ。みゆき先輩、前にもビデオ撮り失敗したじゃないですか。今日のはすごいぞ。超音波反射とサーモグラフィーも撮影する。よし、準備できた。憑依してくれ。ファンタスティックだ。やはりこれだな。何者にも勝る興味深さだ。憑依状態を観察したいので祭りについていく。あ、する。転ぶぞ。注意したのに。それはすまなかった。かわいいですわね。いや、随分懐かしいと思って。子供の頃に親に連れられてきたが、10年ほど前か。祭りで親とはぐれて、大人の男に探してやると言われて、暗がりに連れ込まれた。祭りでいたずらされた娘に気を使って、以来家の者は祭りには一切行かなくなった。葉月も付き合わされて、今考えると葉月に気の毒だったな。
覚えていない。かわいそうに。目当ては神竜研究所か。それなら探さなくてもここにあるぞ。役には立たないが。一応礼儀として読んでみたが、これでは資料的な意味をなさない。国会図書館ならもう少し具体的な研究書があるかもしれん。よし、行こう。調べに来たんだろ。ここの本では不十分なのだから当然のことだ。
幼児期のトラウマだ。両親の仲が悪くてな、喧嘩して二人とも家を出て行ったことがあって、当時は子供だったので母親の後を追いかけて迷子になった。警察に保護されて親が迎えに来るのを待っていた。迎えに来たのは葉月だった。誰もいない家に二人きりで家に帰った。あの子は母親が迎えに来てくれてよかったな。国会図書館に行こう。当たり前だ。あんな素晴らしい研究材料に懐かれる人間がそうそういるか。それに比較的会話しやすいと言える。